中年オタッキーです。今日はね、天皇誕生日の関係で、自宅に帰ってきております。でね、早い時間に帰ってきたんで、まだ誰もいないんでね、邪魔が入らないんで、今のうちに撮っちゃおうということになってるんですけどね。で、今日の、ネタは、はい、このね、ペンタックススーパー A に、こちらがね、SMC ペンタックス M50mmF2、 でこちらが SMC ペンタックス 50mmF1.4 がついておりますね。で、この、レンズ2本で同じフィルムで、取り比べたということなんですが、まあ、現像の調子もちょっと変わってきてるんで、ちょ変則的な動画にはなりますが、まあ、単純にお楽しみいただければと思います。それでは動画スタートしてまいります。はい、ペンタックススーパー A ね、まあ、あの80年代のペンタックスを代表する、まあ、ハイアマチュアの対象用したカメラ、まあ、プロサブ機ぐらいにもなっていくでしょうけどね、LX の下あたりになっていくのかな。で、レンズがね、ちょっと前の、モデルになりますね。 M シリーズですか、MX とか ME とかね、あのあたりに採用されているこのレンズ、SMC ペンタックス 50mmF2 とね、F1.4、ペンタックス M ですね、 F1.4 と F2、このレンズ、まあ、今回何がしたかったかというと、50mm のレンズね、まあ、大体、高いレンズが 1.4 で、まあ、むちゃ高いレンズが 1.2 で、廉価版は 1.8 とか 2.0 とかになってくると思うんですけど、まあ、そのレンズのね、性能差を見たかったんですね。基本的に F2 のレンズはね、格安のレンズということで、映りも悪いのかということになってくるんですが、どうやら評判を見るとね、F1.4、まあ、開放値が明るいレンズよりもね、F2 の方が描写がいいという噂が結構出てるんですよね。で、今回はそれをね、直接試してみようと思って、まあ、他のメーカーでもいろいろやってみたいんですけど、とりあえずはペンタックスからと、いうことになりますね。で、ペンタックスのレンズは以前からも申し上げておりますように、背景ボケが美しいレンズが多いです。まあ、あの、ペンタックスファンがね、コアなペンタックスファンが未だに、たくさんいらっしゃるというのは、その辺が、大きいところになるんだと思うんですけども、で、この F2 の方と F1.4 の背景ボケはどうなのか、あと解像度はどうか、まあその辺をね、ちゃんと見ていただければと思います。で、今回はね、とりあえずなんですけど、まずは F1.4 の作例の方から見ていただきます。その理由はというと、今回使用したフィルムなんですが、アリスタエリウルトラ400ということなんですが、ちょっと現像時間をかなり伸ばしました。で、標準がね、D76 現役20度で7分から8分ということなんですけど、私が使用してるね、現像液はね、富士スーパープロドール 50% 希釈なんですね。で、この富士スーパープロドール SPD の 50% 希釈はね、 D76 と大体同じぐらいの現像時間になるということで、まあ都合がいいということで、ね、使ってるんです。安いってことで、で、今回はね、標準7から8分っていうところを8分30秒、現像してきました。で、前回18度9分だったんか。F2 はね。まあ、とりあえず今回のその、1.4 で撮った、やつを現像時間、8分30秒、で作った作例を見ていただこうと思います。ここから作例になります。作例になってまいりますがね、今回見てほしいのはね、やはりね、どのぐらいその感度が出ているか、あと流畅感はどうかということなんですが、まあ、この写真はそこそこ潰れてる感じですが、まあ、ディテールはそこそこ出てると思いますね。で、あの、以前のね、そのべったり潰れてる感からすれば、だいぶディテールが出てて、感度はそこそこ乗っかってると思います。こちら夜の写真なんですけどね、わかりやすいのはこの次の写真ですね。遠くの方までね、アスファルトのディテールが出ておりまして、感度は出ているように見えます。こちらもそうですね、地面の明るい、ちょっと明るいところがね、ディテールが出ておりますよね。で、レンズの解像度なんですけどもね、開放描写はやはりそんなに良くないように思います。50mm 単焦点でこのぐらいだと、
まあ、波以下かなという解像度にはなってますが、50mmF1.4 の割には開放ボケは美しいんではないでしょうか。まあ、こちらの方はね、ちょっと2000ボケも出ておりますがね。フィルムのね、流上感の方はこの写真あたりで見てもわかるように8分30秒間結構長時間現像した、割にはまあ、流上感は大したことないと思います。で、こちらは F8 まで絞った写真になりますがね、F8 まで絞った感じではやはり結構かっつり、解像度が出ている感じになりますね。はい、こんな感じなんですけどもね、ここからはね、その 50mmF1.4 と F2、の、描写力を、まあ、比べていきます。ぶっちゃけた話ね、8まで絞ったらね、大差ないっていうことで、もうね、開放で撮ったやつばっかりを比較していこうと思います。じゃあここからはね、比較の作例になっていきます。下の方にね、F2.0 と F1.4 って出てきますので、まあ、あの現像時間のね、違いとか、まあ、露出の違いもちょっとだけ見てもらいましょうか。はい、ここからはでは比較の作例になってまいります。はい、比較の作例なんですけどね、これどちらもね、60分の1の開放なんですよ。で、2.0 と 1.4 でね、やはり明るさの差も出ているんですが、現像時間の差もかなり感じられます。この写真がわかりやすいと思いますが、こんだけ明るくなるんですよね。現像時間をね、実質45秒ぐらい伸ばした形になるんですけども。で、流上感の方はね、大差ないように思えますので、8分30秒でこれ正解だと思いますね。で、レンズの差なんですが、この写真で見てもよくわかるんですが、開放描写ね、これ大差ないんですね。この2本のレンズ、開放描写はそんなに差がありません。で、背景ボケの方を見ていただきましょうか。こちらも。はい、ボケが大きくなってますがね、どちらもやや2000ボケが出ておりますが、おおむね綺麗なボケになってるんですよね。ペンタックスね、この背景ボケにね、非常にね、主眼を置いたレンズの作り方をするということで、F1.4 の方もね、そつなくまとめられています。このレン、この写真をね、見ればかなりわかると思いますが、1.4 でもね、背景ボケ綺麗ですよね。これ十分綺麗だと思います。まあ、解像度に関してはね、差がない。開放描写、差がないように見えますね。ということでね、ペンタックスのこの SMC ペンタックス M50mmF1.4 と F2 に関しては、まあ、差はないと。描写力に差はないという感じになりますね。で、背景ボケもね、さすがのペンタックス 1.4 でも十分綺麗に出ておりまして、まあ、開放 F 値が明るい分大きくボケるので、1.4 を買う価値は十分にあると思います。だから絞りをね、絞って撮る方は全然 2.0 でいいと思いますね。どちらも大体五分五分。描写力の方は五分五分だと思います。ただね、一つ気になることがあるのが、この SMC ペンタックス M50mmF2 ってね、5群5枚構成なんですね。これね、合わせレンズを一切持たないということですね。というわけでね、もしカラーで撮った場合の、色収差とか、その辺はちょっとね、モノクロには出てないところなんで、まあ評価がしづらいところではありますね。これカラーで撮ってみなきゃいけないな、このレンズね。また、チャンスがありましたら、カラーで撮ろうと思いますが、カラーリバーサルとかでバンバン撮ってるとね、あっという間に予算が枯渇するので、ちょっとそれはおいおいということになっていきますね。はい、今回のね、動画でまあ、収穫が得たのはね、レンズのまあ、解像度とかそんなに差がないということと、あと、アリスタエリウルトラ400は SPD、まあ、D76 現役、20度で8分30秒くらい現像した方がいいぞと。で、8分30秒現像しても、流上感はまあ、こんなもんというレベルに抑えられてるぞということですね。まあ、8分30秒現像すれば400の感度はおそらく出ていると思います。はい、ちょっとね、いろんな話題がね、複合した今回の動画です。いかがだったでしょうか。ここからはね、作品投稿のコーナーになってまいります。
作品投稿のコーナー、今日はりょうさんですね。りょうさんの作品投稿です。こんばんは、久しぶりに作品投稿させてください。富士アクロスカメラペンタックス最後のフィルム一眼レフイスト、レンズは FA43mm、 場所は浜松の中田島砂丘ですということですね。で作品、組写真3枚組写真になりますが、これってね、あの1号線のね浜名バイパスから見えてる海岸なのかなと思います。ここね結構ねいつも波が荒々と立ってる場所だと思う、多分そうだと思うんですけどね。で、あの風景写真の方はね 50-50 の構図で、まあ基本的な構図を抑えられております。もうちょっとね、あの工夫しても面白かったかもしれませんが、これはこれでいいですね。で3枚目の方はね、あの砂浜のね、何ですかこれ、風紋っていうのかな、を撮られておりますが、僕だったらもっと寄って撮るかなって感じもしますが、どうでしょう。アクロス2ということでね、非常に、アクロスか、柔らかい調子で撮られておりますね。りょうさんありがとうございます。次は緑海地の中年男さんですね。中年オタッキーさんお疲れ様です。今年の1月から撮影していたフィルムのうち、とりあえずモノクロフィルムの現像が出来上がりましたので2枚投稿させていただきます。1枚目のタイトルは、山間の宿場町です。1月下旬に東海道53次の宿場町関宿の1枚です。カメラはオリンパス OM2N、 レンズは随行マクロ 90mmF2、 フィルムはイルフォード XP2 です。スキャナはキャノスキャン 8800F、 画質はいじってません。2枚目のタイトルは宿場の守り神です。同じ関の宿場で撮影した漆喰彫刻の亀玄武です。撮影データ1枚目と同じ、マクロ 90mm のモノクロ撮影で通常撮影と拙写の両方を試してみましたということなんですけどね。関宿ね、私も行ったことはあるというか、以前はしょっちゅう行って仕事で行ってたんですけどね。あの関戸っていうねお菓子屋さんにね、警備物件があったんですけど、警備会社で働いたこともあるんですけど、そこの機械を調整しに行ってたんですけどね。で写真なんですけどね、あのイルフォードの XP2 は比較的柔らかめに出るということでね、ちょっと光がなくてコントラストがやや低めということになっておりますね。宿場町のね、ちょっと人通りがない寂しい景色を撮られておりますね。2枚目の方はね、これあの壁にね、壁なのかな、これわからないですけどね、もっと寄って撮ってもいいけど、これ以上寄れないかマクロということでね、マクロの、まあ、醍醐味はがっつり寄って背景をぼかすっていうところにもあるんでしょうけど、僕あんまりマクロレンズであんま撮ってないから何とも言えないマクロレンズでほとんど持ってないんで、四日市の中年男さんありがとうございます。次はね、チュカメさんの投稿です。おタッキーさんお疲れ様です。今回は組写真を投稿いたします。昨年12月のある日、いい夕焼けが出そうな天気だったので、急遽自宅から車で1時間ほどの千葉県にある印旛沼に向かったところ、想像以上の夕焼けを撮影することができたので、その時の写真を投稿します。タイトルは夕暮れの印旛沼でお願いします。1枚目は富士フィルム XE4 に XC15 から 45F3.5 から 5.6 で撮影、焦点距離 45mm、 絞り F9、 2枚目は富士フィルム XE4 に XC50mm から 230mm、 F4.5 から 6.7 で撮影、焦点距離 135mm、 絞り F10 でマイナス2補正、2枚とも三脚を使って撮影しています。3枚目はフィルム写真で、カメラコニカ C35EF、 ピッカリコニカにフィルムはコダックゴールド200、手持ち撮影です。デジタルの写真はベルビアモードで撮影しましたが、再度上げたりはしていません。フィルム対デジタルを考える、これはさすがにデジタルの勝ちかな。もちろん本気で勝負するならフィルム側にも一眼レフにいいレンズをつけ、リバーサルを使って三脚立てて撮らないとフェアじゃないと思いますが、おたけさんにはどうでしょうかっていうことですね。で作品なんですけど、1枚目からいきますけどね、結構ベルビアモードということなんですけど、やはりベルビアの色には全然届いてはないですね。ただね、解像度は非常に高く仕上がって、抜けのいい写真になっております。2枚目もそうですけど、これ2枚目の写真はちょっとタイトル画面にさせていただこうかなと思います。マイナス、まあ、アンダーに振ったということでね、ちょっとマゼンダ色が強くなっていい感じになっておりますね。で3枚目の方なんですけど、これはコニカ C35EF、 ビッカリコニカで撮られたということなんですが、
コダックのカラープラスかな、カラープラスで撮られたということですね。あ、ゴールド200か。ゴールド200で撮られたということなんですけど、まあ、フィルム写真とデジタル写真を比較するのであれば、ベルビアぐらいは入れたかったかなっていうところですね。でね、サイドを上げていないということなんですが、ベルビアモードにすることで相当サイドは上がっていると思います。で、デジタルのね、ベルビアモードとベルビアを比較するとね、やはりベルビアの方に軍配が上がるんですね、これが。ベルビアの色はね、どうやらデジタル的には再現不可能らしいです。だから、比較するとね、雲泥の差で色が違います。これね、ぜひ、試してみてほしいですね。ベルビアと対決させてほしいと思います。あとね、富士のね、カメラはね、解像感をむちゃくちゃアプリで上げてあります。これはね、随分前にね、私の知り合いの方がね、実際に富士のカメラで撮ってて、綺麗に撮れすぎるという表現をされておりました。XE4 がどのぐらい解像感を上げてあるかどうかはわかりませんが、私もちょっとテストしたいんですけどね、富士のカメラ買う金がないんでね。まあ、テストはできないんですが、解像感を上げすぎるっていう嫌いはあるようです。風景写真でちょっとわかりにくいんですが、葉っぱの葉脈とかをね、クローズアップして撮ってみたらよくわかると思います。僕、実際にね、昨年見たことがあるんですけど、肉眼で見るよりもね、解像度が上がるというね、おかしな写真が撮れますんで、一度お試しください。そんなわけでね、単純比較できないんですよ。デジタルとね、まあ、フィルムって単純比較はできないんですけど、比較するとならば、まあ、解像感が上がる写真が好きならね、デジタルにね、もうなってしまいます。で、自然な解像感を得たいんだったら、フィルムっていうことになるかもしれませんね。はい、近めさん、ありがとう。ちょっと長くなりました。次はね、秋潤さんの投稿ですね。はい、中年オタッキーさん、こんばんは。フィルムカメラ生き残りのために活躍してくださり、ありがとうございます。写真2枚投稿します。カメラは20年くらい前、リサイクルショップのジャンクカゴに乱雑に入っていたコニカ C35MFD。フィルムがいまいちわからない富士スーパーエクストラ。多分2000年にアメリカに行った時のあまりのフィルムだと思います。1枚目、あれ写り良いじゃん。2枚目、お、いけてる。実はコニカ C35MFD が好きで液漏れしていたが、レンズがすごく綺麗で、当時500円で購入したと思います。2号機ということで、初めてフィルム入れて撮影しましたが、作動音は鈍いですが、最後まで頑張ってくれました。おたきさんの動画に合わなければ、フィルムを通すことはなかったでしょう。カメラが言ってます。ありがとう、おたき。ということで、ちなみにトリミング一切なしで、スキャナーは健康 14WS ですっていうことですね。これ2000年にアメリカに行った時にあまりフィルムってことで20年ぐらい期限切れっていうことなんですかね。で、写真なんですけどね、これ本当に期限切れ撮ったんですけど、普通に撮れてますよね。ただ感度が下がっているみたいで、若干ね、中間色にはなっておりますが、赤もしっかり発色できてますね。で、2枚目なんですけど、これ2枚目が驚きですね。これ20年前のフィルムかよ、本当に、みたいな感じのね、非常に良い写りになっております。日付が入っておりますけど、このカメラもやはり2020年問題は突破できてないみたいで、令和表記になってますね。03年12月29日。まあ、20年問題は突破できてないカメラはね、令和表記にすれば、OK ということですね。秋潤さん、ありがとうございます。今日の、紹介はもう1名ですね。にっこり EM さんの投稿です。おたきーさん、こんばんは。お仕事お疲れ様です。先日初のモノクロ撮影してきました。やはり光が少なかったせいか、コントラストは低いように思いますが、どうでしょうか。近所の神社を撮影してきました。機材はキャノン FTB に FL50mmF1.8、フィルムは富士のアクロス。タイトルはどちらもなしですが、よろしくお願いしますということでね、作品なんですが、アクロスはね、もともとがね、コントラストが低いフィルムなので、光がやはりちょっと欲しいところですね。遠近感を出したところは1枚目、なかなか良かったと思います。結構いい感じですね。で、2枚目の方もね、遠近感非常に出ておりますね。これね、コントラストがあればかなりいい感じだったとは思いますが、柔らかい調子で撮っている、感じでは、まあいいんだと思います。ますが、曇りの日はやっぱね、ちょっとコントラストが高いフィルムで撮った方がいいかもしれないですね。もともとね、曇りの日っていうのはね、立体感が減って、まあ難しくなるんですけども、めちゃめちゃハイコント
ラストのフィルムで撮ったらね、いい感じのフィル、写真になる可能性もあります。はい、ニッコリエムさん、ありがとうございます。ね、作品投稿のコーナーはここまで。まだね、待機してる方少々お待ちください。で、ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、ミスミさんの俺のカメラですね。中年おたきさん、お疲れ様です。先日写真投稿の部で紹介いただきありがとうございました。大阪在住のミスミです。水中写真ということで機材の説明が少し不十分でした。申し訳ありません。俺のカメラのコーナーで紹介いただけたら幸いです。カメラはニコノス V5 かなに C&C の接写リングを装着して等倍撮影になります。接写リングの先につけた棒の部分でピントが合うようになってますが、被写体によっては逃げられたり穴に隠れたり隠れられたりと大変です。浅瀬で10分くらい動かないと周りの人に心配されます。なるほど。ストロボも電池を入れたら動きましたので磯遊びに行こうかと思います。中古市場でも安くなっておりますので、海の好きな方にはちょっと違った水中写真もおすすめです。今回もなかなかすいません、応援しています、頑張ってください。これね、ニコノス、でも結構高いと思うんですけど、ニコノスね、私もね、何度かね、挑戦しておりますが、落札、できてはおりません。C&C っていう拙者、水中で拙者ということでね、魅力的な写真が撮れると思いますね、ニコノス。ぜひともね、欲しいの。なんか棒がついてるのが面白いですね、これね。これでピント調整するのか。ニコノス自体がなかなか入手できない上に、この C&C の拙者アダプターですか。なかなか貴重ですね。これね、ぜひともね、で仕入れてみたいところではありますが、水中で写真を撮るっていう環境がなかなか私的には難しいから、ニコノスでね、普通の写真を撮ってもまあ面白くない、面白くないと言ったら言い過ぎでしょうけど、まあどうでしょうね。そんな感じで、今日はミスミさんの俺のカメラでした。貴重なカメラ、ありがとうございます。ここからはね、やったやっちまったコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったコーナー、今日はね、先日いただき物をたくさん送ってくれました、デラウマさんの、やったーですね、お疲れ様です。やったーかな、やっちまったかな、このチャンネルで流行りの F4 ジャンク品、電池室固着で動作確認できないやつです。ファインダーとストラップだけ欲しいと思ってポチりましたが、競合もなく楽に落札。電池室がびくともしないので、注射器でベンジン垂らしてしばらく放置。開いた、重力に従って機体下部は盛大に6章の花盛り。機体上部のターミナルに電源つないで 6V 200mAにセット。シャッター切れた。安定動作は 800mAぐらいです。嬉しいやら悲しいかな。F4-3 になっちゃった。電池室の6章も金属パーツの接触不良の原因してて、4.5V 電池室ね、電圧が 4.5V しか出ていませんでした。ポッカレモンで洗浄しました。ブクブク泡出して洗浄してる。これで 6V が出る。しなきゃゴミなのに純完品になってしまったということで、ポッカレモンで洗浄するんですか。ほうほう、そんな裏技が、まあ、電池室の液漏れなんですけど、まあ、これで洗浄できちゃうんですね。テスターに繋がれてね、なんか、F4 がテスターに繋がれてますが、この写真見るとね、なんか、重症患者にね、点滴を打ってるような感じには見えますね。で、2枚目の方、ポッカレモンで洗浄してる様子なんですけど、まあ、これで動くようになっちゃったんですね。電池漏れしてる F4 はもしかしたら狙い目？ただね、F4S になると電池ボックスが複雑になってくるんで、ちょっと難しいところはあるかもしれませんが、修復するポッカレモンで修復する、チャレンジしてもいいかもしれませんね。安くなってたら狙い目だと思います。F4 非常にいいカメラですしね。かっこいいんでね、ぜひとも入手して頑張ってみて、ください。デラウマさんはこれはおめでとうございましたかな。
はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。次の動画はね、コダックの WX をね、ISO を400で撮影した作例になっていきます。まあ、400フィートで購入するということで、一気に大量に購入するということで、いろんな感度で撮ってもね、通用するというフィルムであったらね、使い勝手が良くなると。そんなわけでね、今回は、今ね、100でも撮影してるんですけど、先にね、400で撮った作例が上がってきましたので、次回の動画はね、EOS1 にね、L レンズを搭載して、Kodak WX をね、ISO 400で撮影して現像をした、作例を紹介しながら、作っていこうと思います。はい、今日の動画はこんな感じですね。フィルム写真をね、なんとか、頑張って、布教していこうという、その流れになっていってるんですけどもね、Kodak WX ね、使い手があるフィルムだったらね、皆さんもね、たくさん使っていただければと思っています。将来的にはね、販売する流れになっていくと思いますが、まだね、マーケティング、欲しいっていう方とかもね、あんまりね、見かけないんでね、ちょっと躊躇している部分もありますがね、できるだけ安く販売できるような体制をね、頑張って作っていこうと思っています。はい、でね、オタッキーのね、英語字幕付きの、チャンネル、まだまだね、チャンネル登録の方伸びておりませんので、チャンネル登録されてない方はぜひぜひお願いしますね。説明欄の方にリンクを貼り付けておきますので、そちらから飛んでいただいてね、高評価とかチャンネル登録していただければと思います。英語圏の方にもオタッキーの動画を楽しんでいただいて、フィルム写真をどんどん流行らせようと。で、フィルムをね、どんどん売り上げを伸ばしていくとね、フィルムメーカーが、販売を継続してくれるんで、フィルム写真をね、継続して、楽しめるように。という、狙いでやっておりますので、ご協力お願いします。で、オタッキーのね、チャンネルもね、もうすぐね、チャンネル登録5000名到達しますので、チャンネル登録5000名になりますと、キャノン A1 を、プレゼントいたします。1名の方ですけどね。そんなわけでね、プレゼント企画始動もね、間もなくになっておりますので、まだチャンネル登録されてない方は、ぜひチャンネル登録してお待ちください。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。また次の動画をまでお待ちくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。